止まるんじゃねえぞっつって。ぶっ倒れてるぞ絶対に。あ、スコルポ、スコルポスや。え、ドラピロス、ドラピロスはえぐい。それはやばい。ほら、スコルポス。今だ。背面ドゥリドゥリ。なんもないでーす。お、出た。なんかガーゴイルみたいなやつ。お前は虫タイプなんじゃよ。なんか虫好きそうな、ないないな全然。行ってこい。ガーメイルだって。もう全然無理だね。あれ、なんだかな、わかんない。もうわかんわかんない、もうわかんわかんない、もうわかんわかんない。え、死んじゃったよ。誰なぁ。いや、本当に誰な。お前かい。変なちょっかい。あー、もう行こう。もうさっさと行こう。なんかもう、やだ。マジでさ、かかってきてもいいけど、お前らやられんの分かってるやん。怯えろ、ひれ伏せ。ちょっとはもう何でもかんでも突っかかってくな、めんどいから。だから突っかかってくんなって。今お説教したでしょ。この人か。いや、この人なんかただクエストやってるだけ。どうした。お、あんたは峠クイーンを沈めたって噂の銀河団。聞いてくれ、エイパムたちに商品が入った荷物を盗まれたんだ。あ、いた。俺はムカつくな。あいつらこっちをからかうように逃げ回ってちっとも追いつきやしない。あ、どこいた。うざ。あんたはポケモン慣れしてるだろ。頼む、エイパム、エイパムたちから荷物を取り戻してくれ。エイパムを追いかけろ。どこ？どこ？あ、ここか。あ、待って。怪しし前。あんたもか。あんたもか。おい。大丈夫か。あ、脅ししだった。逃げたよ。あのエイパムたち、あいつめっちゃムカつくわ。こっちがいけんからってさ。あれずるくない？ああいうやつ大っ嫌いねんけど。おい、ケツショットでいけるくね？さすがに。イエーイ、さすがのケツ。やっぱ決勝は強えな。ピンポンパンポン。で、お前たちだな。鳴き声やば。ドドッ。えぐ、お前鳴き声。
ほら。うん、鳴き声えぐ。ドゥドゥ。はい、追い詰めた。追い詰めたぞ。もうやっぱお前らサイコパスやな。ドゥドゥっつってあの顔で、ずっとあの顔でドゥドゥっつって、で急にやってくんねん。だいぶやろ、だいぶやってるやろ。スリーアロー、めちょめちょ。あ、お前絶対回避率上がったやろ。ほら、あ、もうめっちゃムカつくわ、めっさムカつくわ。ちょっとマジカルリーフでぶち殺そう。くたばりやがる、生意気ザルね。嘘でしょ。やばい、すげえ、あれだけも全然違う。はい、溶けた、溶け、え、痛いよ。え、お前らやられたいか。ムカつくやっちゃの。ヘドバク、もうゲンちゃん神。これで観念したやろ、まあ、まあ土下座しろ。えい、なんだ急に塩らしくなって、まさか反省してるのか。えいえい、わかったわかった、許すから、そんな目で見ないでくれ。あかんって、あんな、お前そういうことするから自分ばっかさ、そういうのなるんだぞお前。この顔やぞ、あかんて。まったく、もうこんなことするなよ。いや、するぞって言ってるそばから、ほら、あいつやっぱ尻尾ちぎるぐらいはした方がよかったよ。パイルの実がなくなってる、後で食べようと取っててんのに。これだからポケモンは油断ならない。え、単純にマジであいつやばいやつやん。マジでエイパムは、マジでエイパムも尻尾引っこ抜きっていう、エイパム用の拷問を生み出さな。ガメル欲しいな。もういいか。後で取るわ。じゃあ、え、待って、ロコンじゃん。あ、そうそうそう、逃げて逃げて。これ何？お前目すごいけど、目お前なんかドゥルドゥルやけど、泳いでるとかなんかそういうレベルじゃない。何をしてんのこれ。どういう状況これねえ。ほ、見てあいつの目、めっちゃなんかもう疲れそう。え、じゃあこれに、この際、うるさい、もうビンビンすんな。はい、行って、そっち行って、もうそっち行って、そう、オッケー。豆食うかな、あの子。あの天気すごいね。あ、なんかそこに魂、どや？おい、ロコンじゃないか。知ってたよ。は？
あれは闇カラス。あれは闇カラス。あれは闇カラス。どっからどう見ても闇カラス。イェイ。いやーポーチ開けなあかんのは分かってんねんけどさ、あいつバカでしょ。金の取り方えぐいでしょあいつ、マジで。あいつしかポーチ開けれんからってさ、500円、そうだから1回500円とかじゃないんだよ。500、その前の料金プラス円。キモくねそれ。それはキモくね、マジで。500円ずつ上がっていくのはキモくね、マジで。もうあいつ絶対やってるもん。お？え、待って、え、ガーディガーディいるね。Thank you.